今回はアラミス重心化回使っていきます。で、性能こんな感じで、特徴としては、あ、ぶっちゃけそんなないんですけど、めちゃくちゃでかいのが SS8 プラス8のすげえ軽い SS なんですけど、これの倍率がね、1段階目 1.8 倍、2段階目 2.7 倍、すげえ高いんですよね。多分ここまで高い自強化倍率持ってるキャラはほぼほぼいないはず。24ターンで2倍がまあそんなもんかなみたいな感じなんで、これだけ高い倍率もらってるキャラって多分ほぼほぼいないというか、多分初めてなんじゃないのかな。多分8ターンでこれだけ速いキャラって初でしょ。で、同じ SS 持ってるこの自分防御ダウン超反撃なるマルタアルファがいるんですけど、あのキャラもね、確かちょっと攻略サイトさん見てきたけど、あの1段階目が 1.5 倍16ターンで、で2段階目が24ターンで2倍なんで、まあ、さっき言った、まあ、こんな感じの倍率ねみたいな感じなんで、すげえなんかもらってるんですよね。まあ、これがインフレみたいな感じなんですけど。まあ、ただ、あの、元々の攻撃力が低いのと、最近のキャラって、重心化回とかでも、キラーが2つあったりとか、キラー M 持ってたりとか、そういうのばっかなんで、いやね、これやっと SS 使って結構高いねくらいになっちゃってるのが、私気になるとこかな。だから、なんだっけ、あの、最近のなんだっけ、あの、ドラゴン王になるみたいなキャラいたけど、あれも確か、キラー M と、連撃キラー持ってるから最高3倍出せるしね。まあ、あと、長バラもだっけ。はい。いや、そんなのもあるからね、ちょっと、なんか、これですら昔1年前だったら、は？何こいつ、やっばみたいな感じで、すげえ多分もてはやされた気がするけど、今だと、おー、なるほど高いのね、みたいな。なんか、そんな印象になっちゃう、これがインフレ。で、まあ、やっていきます。あとは超ワープ持ってるからそんな感じかな。で、強さとしては、ダメをワープとか、ワープ重力とかその辺で求められると、あんまりこれより強いキャラはほぼほぼいない気がするね。まあ、そのクエストは全然ないから、ちょっとあれなんですけど、はいはいはい。で、ユーズ出してきて、で、パワードライブも刺して、こういうワンパンも取れないんで、ちょっとカウンターキラーだから、攻撃もらわないとダメだけど、もうイカなんて初手で倒すから、もらえないし。で、これカンカンして倒す。で、これでやっていきます。ここはそんな感じで、織姫は、状態上レジストと、あれこの話したっけ、状態上レジストと状態上回復ブラスト持ってるから、混乱直せて自分混乱にならないんで、結構補いやすいんじゃないのかなみたいな気がした。はい。で、長バラだしね。一応自分でも火力は出せる。で、SS 使ったらバリア張れるから、一体混乱防げるしね。で、一段階目でこの 1.8 倍打って、これが多分強いんじゃないのかな。どうだろう。ただ、ワンパン取れないのが、ちょっと厳、はちょっと、厳しいとこなのかな。まあ、最近のキャラ一撃強い系も多いもんね。なんか、ハオとハオじゃないや、朝倉陽とか。あと、バイタルキラー L 持ってる最近だとルナとか。まあ、ルナもそうだもんね。なんか、昨日のアゾットでもすげえ輝いてたし。で、これやってく、やってく。いや、でも、織姫さ、割とこれポテンシャル高いキャラで私ちょこちょこ使ってるんですよね。なんだっけ、2階のあの木のとことか。で、あと、30の国でも使ってる人多分いるんじゃないのかな。そういう意味でも結構いい気がするね。で、SS 使って、はい。で、後ろが天海さんだから、もう何も怖くない。体が軽いですね。はいはいはい。だからスピード型みたいな感じなのかな。いや、でもこれ、くそ。いや、織姫これあれだな。情報修正で、状態上回復を持ってほしいね。それ持ったら多分最強だわ。そしたら自分も直せる状態上レジストでかからない、で、さらに、はいはい。これ多分友情出したら倒せちゃう。OK。あと地味に貫通中距離拡散って忍さんしか持ってなかったやつもらってるもんね。おぉいや、これもさ、はいはい、横間で上がってく。だからこれもさ、何かあった蓬莱40歳だから電線切り放ってくれるんですよね。だからそれで、いけるんですよ。反撃モードで友情が。はい。だからこれで出してくれるのもすごいいい感じじゃないんでしょうかっていう感じですね。いや、でも、ブリーチも一応確か千年決戦編がアニメ？確か今年の秋だっけ？それぐらいに。お？なんかわかんないけど、すごい削ったね、今。え？え？あ！あ、こいつって倒せんの！マジ？これが倒せるの、私！今まで、ちょこちょこカルナ何かあった蓬莱40歳で使ってきたけど、初めて見たわ、これ倒せんの。ウィンドがなんか、インフレで、友情で、なんかウィンド、ブレイカー持ってないのに倒せちゃったみたいなの。あったのは見たことあるけど、あの上のカルナ見たの初な気がする。まあ、それがこのアラミスのすごいところということで、横間で倒していく。はい。まあ、そんな感じで、私、ブリーチの、
あれコラボ一応多分千年血編やるから絶対あと1回はできると思うんですよね。少なくとも2回はやってもいいくらい。だからそれちょっと期待してね。うわーこれなんかくそ直せるとか言ったけど、ウィンドウじゃないボスに挟まれるせいで何もできねえし。で殴って削っていく。はいはい。で SS も打てる。ちょっとこれ早めに1体はちょっと2段階目の 2. 点何倍も残しておきたいから、ちょっとこれ微妙いな。ここを打って剣拾って直す。はい。ここを直して入ってって、いやーやっぱ強いね。まあ 2.5 倍だからね。あ、そっか。自強化 1.8 倍も入ってるから、多分これ5倍殴りぐらいになってるね。で、これでいきます。で、自分の防御なんですけど、地味にこれ、織姫の状態上回復ブラストで直せるからさ、そこら辺もすごい役に立ってる。マルタアルファは確か状態上、底力があるから、防御ダウン直したらダメなんですけど、まあ、こっちは直してもいいもんね。はいはいはい。ぜひ人に殴っていくだけで OK。いや、でも山地実装とか見たいもんね。もうブリーチの、いや、もうブリーチの話多分、さすがに怒る人いないし、さすがにもう。昔の作品です。いや、山地のあれ、ちょっと私気になるのは、あれちょっともうちょっと活躍させてあげたかったみたいな気持ちあるもんね。で、これで、あーでもこれどうしよう。SS 使ってバリア巻いてもいいけど、一応 SS でこれで唯一 SS 使った時がさ、混乱直せる時だから、はい。もうちょっと今回使わないでいこう。で、これ殴って倒す。ここで覚醒したら多分混乱が飛んでくるのよね。自分に、織姫に飛んでくんねえかな。そうすると、一番いいタイミングになるんだけど。で、これで、いやーダメか。ウィンドも集めてくんねえし。で、これ SS 使うととてもとてつもなく大変なことになるから2段階目打てなくて。はい。まあ、適当に暴れます。はいはいはい。で、友情倒して、お！あ、下も普通にやっぱ友情で倒せんね。で、全方位ショットガンってこれ誰持ってたっけ？あの人、誰だっけ？一応これだからカウンターキラーもそういえば友情にあるから、砲撃型クラスの友情にはなってんのか。はいはい。山爺と多分、京楽隊長と、あと誰だろう。アイゼン先輩かな。そのぐらいが、おそらく、私のガチャゲン予想ね。で、これで、横勘で適当に倒して、で、誰が混乱しても、織姫が SS 使って直してくれるから問題なし。そして2段階目 2.8 倍の、2.7 倍か。2.7 倍の SS がすごい輝く。いや、この流れすげえいいっすね。あれ？なんでこんなにこいつ削れてんの？クリティカル出たっけ？あれ？クリティカル持ってたっけ？クリティカルだわ。で、これでの、いや、でもこれ2.7 倍やる前にこれ友情で倒しちゃわないな、この位置。まあ、そしたら友情が強いよということで。いや、頼む、この倒すの拒絶してくれ。おー、思ったより強くない。よかった。やっぱでもこれ弱点に当たらないとちょっと微妙いところあるよね。で、2P が 2.7 倍殴りで、なんか縦関数絶対倒しそうだからな。なんか適当殴りでも多分いけるということを見せたい。はい。で、これ殴ってて、外側殴っても、おー、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、はい。外側殴ってもすげえ強いから、多分これ縦勘だったらすげえ簡単に終わってたね。まあ、そんな感じかな。あ、そういえばツイッターでさ、ホールガイズってあったから気になってみたいんだけど、おあー、さすがに無理か。あったけど見てみて、ホールガイズなんか無料からしいね。去年私も、まあ、動画出しましたね。強っ。え？あ！え？あ！これこんな強いんだ！なんて、まあ、とりあえずこのサマやってきたんですけど、いや、ちょっと、まあ、使えるけど、ちょっとどうしようかな、これって思ったんですけど、今のこれ、結構強くない？で、2.7 倍自強化。で、速度も速いから、多分、殴った後に、やってくれるかな？はい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 。動けるかな？これ殴った後に。はいはい。あー、でもさすがにちょっと倒しきれはしないか。まあいいでしょ。で、これ多分攻撃してくれるから反撃で倒すじゃない。で、一応これ、まあ減速壁対応はしてないんですけど、超スピの加速とか持ってるから、意外と使えるかなと思って。で、全面展開じゃないからさ、ここって、ランダム2面展開だから、意外と使い勝手いいかなと思って連れてきたんですよ。ほい。まあ結論としては、まあ、なかなか悪くない。ただ、ノラマルチとかに来られると困るみたいな。どうなんだ。まあ、レイジさんも似たような位置だけど、多分レイジさんと同じような感じにおそらくなるんじゃないのかなみたいな気がするね。で、これもだから反撃でさ、倒せるかなこれ。おお！これができるの結構良くない？今これ偶然見つけただけだけど。で、これだから移動して、上も展開されてないから、だから超スピだからさ、はい。これできて、まあ、ちょっと速度自分が低いからちょっとよろしくないけど、あ、でも、あ、超絶全方位ショットガン、これちゃんと当たると強いな。あれ？あれ？まあ、いいや、とりあえずこれは SS 使って抜けて、まあ、ささっと抜けたいから抜けます。はい。
で撃滅、殴って倒す。うわ、殴り強この人さっきの私の今までのこの、ああ友情強いとか全部無に返された気がする。でもなんかフォールガイズってさ、去年すっごいなんか人気あったじゃないですか。私も動画出したし、いろんな配信者さんがやってたり、なんか動画出したりとかあったと思うんですけど、今見る影なくない正直なんかあの時の勢いだどこ行ったのみたいな、なんかそんなんある気がする。なんか最近なんかコンテンツのなんていうか、そういうゲームの消化とかがすごいみたいな。最近だとなんだろう、なんかエルデンリングとかすごい人気だったイメージあるけど、お友情か今の、なんかそんな人気あった気がするけど、なんか今そこまでエルデンリングの動画見ないなみたいな記憶がある。はいはいはい、殴ってく殴ってく、なんかゲームについてくというよりも人についてくみたいな感じの印象の方が強い気がするね。なんかそのモンストとか、なんだろう、エイペックスとかフォートナイトとか、そういう常々アップデをしてくるようなのじゃないと、なんかちょっとみたいな感じのなんか雰囲気はあんね。あーこれ SS 打ちてえけど打ってもダメじゃんこれ、うわーこれ打っても、でもここで打たないとどうせ SS 溜まんないしな。でも打ったところでだしな、これどうせ防御弾してないし。くそ、これ反撃モードでな、言ってくれてたらな。はい、で入ります。だからこれが蘇生された時に反撃モードで倒してくれると、多分これがさ、あーこれ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 もう消えちゃったけど、これできるの、これのために1体、うん、まあ本当に適正ない人は入れるのありなんじゃないのかなみたいな、ちょっと気はすんね。はい、で、ここ挟まって、友情倒していって、はい。で、これが多分反撃モードある。あ、でも攻撃してくんないか、これ。あ、でも、アップし、あ、消えたわ。だから、そんなんがあるから、まあ、SS 使って、反撃モードだけ起動しといて、はい。で、一応、減速感これ全面展開されるけど、2回触れなきゃスピ、超スピの効果でなんとかなるんで、まあ、それ使えば、一応なんとかなるかな。友情も、いやー、ダメだな、これ。あの位置にいたらすげえいいんだけど。だからこれも、横間でこれちゃんとだから防御アップして。はい。え、でもこれあれが離れてるとちょっと微妙かな。で、多分ここは縦間したらおそらく削り切れると思うんで、それでいけんじゃないのかな。いけないかな。だから全面、いやでもこれ最後だけ全面展開なのがちょっとよろしくない気がする。はい。だからこの間でカンカンしていって。おお、いや、すげえいい感じ。もう完全に感化した。クリティカルヒットストップが起きただけやけど。まあ、こういうこともアラミスはできますよということで終わります。ごきげんよう。